18時半になりました。時の番人のストレスフリーライフのお時間です。本日渡嘉敷香織が MC を務めさせていただきます。この番組は海の見える素敵なスタジオ FM ギロワンのギロワンヒルズ通りの FM ギロワンからお送りしております。はい、皆様最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日2回目ということで、はい、どうですか、緊張はされてますか？そうですね、私実は基本緊張はしないんです、はい、すごい一番パーソナリティ向きですねそうですね、はい、はい、もうね2回目ということで、うん、ね、やっぱり前回、はい、もう気ままにあかりさんとねおしゃべりしながら進めていったんですけれども、ね、はい、はい、なんかすごく楽しかったなっていう印象が、はい、時にぐさぐさと時間の管理ってこんなに自由と直結してるんだっていう気づきがあって私は結構響きましたね、はい、ね、あかりさんが先週ね響いてくれたっておっしゃっていて、うん、で一つフレーズが心に残ったかと思うんですけれども、はい、あかりさんがね先週、うん、私はそれにちょっと1週間気をつけて行動してみたいなとおっしゃっていたんですけれども、うん、はい、ちょっとそれを聞かせていただいていいですか？はい、でちなみにですね、先週おっしゃってたのが自分との約束守れていますかっていう香織さんからの問いがありまして、で私はこの CM 前にそのお話を聞いて、もう私はこの1分間の CM の最中、自分との約束ってなんだろう、てか守れてるのかなっていう、そういうこうなんか、うん、結構なんていうんですか、自分と向き合う作業ってきついものがありますよね。なので、あーなんかすごいいい時間でした。まだ言語化できてないかもしれない、うん、けどこの1週間はどっちかというと守るように心がけてましたね。はい、なんか、うん、やっぱりこう自分でこう夜家に帰って少しだけこう勉強する時間を設けようと思ってたんですけど、しっかり、まあ、たまにサボりつつ、まあ、ちょっとやったから OK かなっていう緩めの約束をしてました。ありがとうございます、はい、素晴らしい、 すごくなんか、ね、気づいてくれたっていうところがやっぱり一番かなと思っていて、うん、はいはい、いくら私がねこれがいいですよとか、うん、こうした方がいいですよっていう話をしても、うん、本人がやる気になったりとか、うん、変わらなきゃって思ってくれないと、うんうん、もう全く行動をしてくれないんですね。そこが、いや、じゃあ第一歩踏み出せてますか？うん、踏み出せてますよ、香織さん楽しみですねよかったです、はい、もしかしたらこのラジオ番組を進めながら、うん、香織さんがすごく時間コントロールが上手な人になっていく可能性があります、ね、いやもう私 FM ギノワン随一 の時間ルーズ女なのでちょっと大改革を進めたいです、はい、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、本日はですね今日私の素敵な友人を迎えてましてゲストをお迎えしております。ちょっと一旦 CM に入りまして、その後ゲストの紹介をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは CM に入ります。1984年創業のカーボディ上川は愛車の修理、板金塗装、車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます。スズキの新車も取り扱っています。沖縄市消防本部日向かいカーボディ上川。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。スマホ落として割れちゃった。それならスマホ119にお任せください。わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。スマホ119にお任せください。スマホ119で検索。はい、 CM が開けました。この番組は時の番人のストレスフリーライフです。今日ちょっとカミカミですねはい、実はですね、早速本日今日2回目ではあるんですけれども、私の友人をゲストとしてお迎えしております。それではご紹介したいと思います。サンキャッチ
代表の新里哲也さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました新里哲也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はですね、新里哲也さん、はい、私と大学の同級生でしてびっくりしました。そうそう、琉大なんですけどね。あら、琉球エリートじゃないですか。そうなんです、そうだったんですね。うん、え、琉大じゃないですけどね。もう何なんですか、ここ居酒屋ですか。まあそんな感じで、ね、もうなんかリラックスして今日お届けしたいんですけれども、うん、はい、はい、哲也さんとはね、まあ、普段哲也さんって呼んだことがないというか、うんうん、気持ち悪いね。いつもね、てっちゃんてっちゃんで今日行かせていただきたいんですけれども、はい、てっちゃんはですね、大学の時のバスケットのプレイヤーだったんですね。うんうん、おー、あ、そうだったんですね。はい、びっくりでしょ。有名選手ですよ。有名選手ですか。そうですよ。でも、はい、何高校とか聞いて大丈夫ですか。あ、もちろんもちろん、高校はね、うん、今の未来校か。ああ、未来工科。そうそうそう、僕らの時は中部工業って言ってましたけど、うん、へえ、はい、未来工科、未来工科って、あ、中部工業っていう名前だったんですか。あ、そうそうそう、名前変わったんですよね。あ、そうなんですね。うん、はい、もう当時バスケットの本当に全国大会出るようなチームで、で、主軸の選手だったんですね。で、大学もそのままバスケットで、はい、スポーツ推薦で入ってきて、あ、バスケエリートだったんですね。エリートですよ、一応ね。推薦でいける、バスケでエリート反面、うん、受験したことないですよ、全部推薦だから。そうそう、あ、でもいたな、クラスにそういう子。受験したことないんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、面接だけ、だから面接強くなってきたんですね。面接上手くなりましたね。うん、そうなんですね。でもね、受かって分かってて行く面接だから。あ、なるほど、形状のね、また特殊ですね。そう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 、うん、いや、で、私はですね、はいはい、そのバスケ部の男女バスケ部がだいたい40名ちょっとぐらいいたんですけど、はい、そのマネージャーをしていたんです。うん、なるほど、お世話係。そうそうそう、鬼、あ、名マネージャー。いや、今なんか書けた。ね、うん、そうそう、で、私は本当にこの大学のバスケを通じて、うんうん、本当にもうみんなとすごく仲良くしていて、うん、で、本当にね、あの頃ってね、うん、いや、もう本当に仲良かったよ、みんな。もうみんな仲良くて、うん、ほとんど毎日のようにみんな一緒にいました、ね。いや、もう毎日いたよね。いや、青春の仲間だったんですね。そう、青春の仲間です。楽しかったよ。うん、でもバスケは真剣にやってたからね。うん、おー、メリハリがあって。そう、本当に、うん、実はインカレっていう、あ、はいはい、大学の全国大会があって、うんうん、インカレ出場チームなんですよ。おー、すごい。当時の大学の、そう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 、ね、バスケの男子バスケね。監督いないのに。すごくない？監督いないのに全国大会。野良のチームだったんですか、ね、毎日3-on-3を練習ね、そう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 、遊びながらやったりとかね。うん、なんか一番憧れる上達の仕方じゃないですか。うん、そう、その、うん、やっぱ大会出場のサポートだったりとか、うんうん、チケットの全部手配から、うん、宿泊先の手配とか、うんうん、体育館の手配とか、はいはい、全部やってたんですよ、当時。今と同じことやってるよね。確かにね、本当私、うんうん、大学でやってたことって全部全て生きてるなと思っていて、ね、大学の時ってやっぱり部活もそうなんですけども、うんうん、たくさんのアルバイトもやったんですね。うんうん、接客業もやりましたし、事務作業もやりましたし、うんうん、全部がやっぱり大学時代ももちろん社会人時代のことも、うんうん、やっぱり全部今に生きている。うん、それは時間の使い方とか人とのコミュニケーションってことですか。そうですね。うん、うん、そうよね。いや、カオリがいなかったら多分潰れてるよね、うちの部活。あ、そうなの。そんなに持ち上げてくれる。だってもうみんな個性派で、へ、誰も言うこと聞かんしさ。あ、じゃあそれを束ねる。いや、バスケはすごかったんだけど、もうすごかったよ、本当に。そう、うん、もう酒はすげえ飲むしね、朝までね、毎日。そうね、うん、当時ね、大学生がね、100万円を握りしめて、もうなくさないように遠征に行くという。もう怖いです。大学生まだ20歳に なったばっかりぐらいの子たちが。そう、へえ、なんか、ま、本当に新里さんの進学の仕方も特殊でしたけど、うん、このチームもだいぶ特殊ですね。特殊ですね。うんうんうん、やっぱり大学の時代って、うん、本当に遊んだ方がいいっていうちょっと語弊があるかもしれないんですけども、うんうんうん、やっぱり学生時代の
過ごし方って全てが全部生きてくるんじゃないかなって思ってるんですよ。でやっぱりてっちゃんはさっき伝えたように大学までね全部推薦で来たって言って、うんうん、やっぱり一つの能力バスケのプレイヤーということですごく優秀な選手だったっていうことでやっぱりねそのまま進学もいけるっていう、すごい時間短縮ですよね。確かに確かに確かに好きなことをやって急に時間短縮に来たね。確かにか、ね、急に来たけどね無理やり無理くりつなげたね無理くりショートカットすぎました ね、 そうね急に来たらびっくりした、ね、急にハンドル切るから やっぱり私も、うん、大学は推薦で入ったんですけれども当時、うん、もうそのまま受験をしたら多分私は合格しないだろうっていう自分の危機感があったんですよ、うんうん、で大学行くためにはどうしたらいいんだろうとか思って推薦しかないみたいな、うんうん、思い込みっていうかでも私全く同じやり方で大学行きお前もか私もやりましたでもなんかねそういうなんか自分を、うん、なんか信じて行動するとか、うん、自分をやっぱりこの方法だったらいけるかもとかっていうところの切り替えとかってもう全ての、うん、なんだろうなんかチャレンジする発信力になるし確かに、うん、今話してて思いましたけどなんかすごい推薦入学にかけてる感じって排水の陣な感じしませんか確かにだから一か八かだよね一か八かでも自分の良さだけで勝負するみたいなやり方をでも推薦の方が狭きもんだよね、うん、本当ですよねだって学校から数名でしょあれ推薦そうそうじゃあ勉強頑張った方がいいんじゃないかっていうそうそうそう当時、はい、もう英語だけが全然ダメ で、 あそうで他の教科はもうそれなりに取れてたんですけど、うん、英語はもうあれは努力するものじゃないみたいないやいやいやすごい思い込みだな諦め方がすごいですねでも分かりますその気持ちはあこれは無理だというのを、うん、もう高校1年生に悟ったわけです、うんうん、なるほどいやそこからこう自分の良さを見つけ出す努力というかが始まったりもしたのかなと思いましたそうですね、うん、やっぱり自分の武器って、うん、自分が得意なことをいかに見つけられるかかなと思っていて、うんうん、そこがやっぱ人よりこれは負けないぞって思ったり、うんうん、人よりこれは多分ちょっとできるかもしれないと思った時気づいた時に、うん、多分そこで生きていこうとか思える、うん、決心の一つになるかなって気はしますね、うん、確かに、うん、なんか苦手なものが明確な分得意を伸ばそうっていう意識が最初からあったかもしれないですね、うんうん、どうでしたか新里さんはいや僕は大学行った理由は、うん、そんな立派なことではなくて、うんうん、就職したくないから大学行ったんですよ。働きたくなかった簡単に消去法は久しぶりに聞きました。そうそうそう、もうどうしても働きたくなくて、うん、でその時当時その大学の方からうちに来ませんかって声がかかってたからこれだと思って、ほうほう大学生という形で4年間逃げれるぞと、うんうん、うまい話が学生っていう立場で入れるから、うんうん、就職したくないから大学行ったんですよ。あ、なるほど。そうそう、だから大学行って何かしたいとか一切ない目的もそう久しぶりに聞きましたその話。いや、でもですね、うんうん、この話、うん、一番ちょっと私がと思うのが、うんうん、私たち同級生の中で誰よりも早く一番最初に就職が決まったんですよ、うん、就職活動してないです僕あそうなのにで親にも俺はもう就職しないよって宣言したからへえ、そうそうそう、どういうことって感じですか、うん、それは大学の時にですか。いや、もう高校の時から。あ、高校の時からそうそうそうそして親もね変わってるから、うん、いいんじゃないかやらなくて変わってますね。でも進路指導するの一回見たことないもんな、うん、あ、行ったことあるけどクーラー当たりに行ってただから履歴書一回も書かなかった本当ですか。信じられないですよ。私何回も。いや、俺逆に不思議だった。だってさ、うん、なんとか要項みたいな、あ、募集要項、そうそう、そこに、はいはい、会社名と、うんうん、資本金とか給料とか休みが書いてあるわけでしょ、はいはい、俺誰が社長なのかもわからないし、うん、どんな仕事かわからないのにそれを見てみんな一生懸命ほら履歴書を書く姿が異様だった俺は逆に。へえ、いや俺も絶対就職しませんってそこで決断してさあどうしようかなと思った時に大学から来たから、あそこに逃げました、逃げますみたいな感じ理由が、うん、どうでしたか。香里さんはどんな就職活動をされたんですか。私はですね、うん、実は、うん、
婦人警官に当時なりたかったんですよ。かっこいい。ま、いやもう婦人警官みたいなことしてるよね今ね。取り締まってる、ね、取り締まってる、ね、私万人してますからね。確かに言われてみるとぐさっと来た人を一人ずつ棺桶に。そうそうそう、棺桶じゃない、もう牢獄か。めちゃくちゃ優しい言葉をかけてますよ。あの、ね、まあ、結構緩急つけて。棺桶はひどいよね。間違えました、死神にした。やっぱりね、思ったことが出ちゃうよね、ついね。間違えちゃう。おかしいな、めちゃくちゃ優しいつもりなんですけど。めちゃくちゃ優しいですよ。そうなんですよ。当時は、うんうん、あのやっぱりなりたくて、でも、うんうん、あの私たち大学の時代って、うん、あかりさんわかるかな、バブルがはじけた話は聞いたことあります。氷河期、就職氷河期だったんです、ね、聞きます、山内さんから聞きました、うん、大変だったんだよみたいな、うん、あ山内さんだったかな、なんか山内さんと同じ年代ぐらいの人から聞いたことあります。大変だったね、うん、大変だったね、大変だったねって一言、ほんと一言、一言だな、びっくり、びっくり、ねね、就職誰よりも一番決まったけど、ね、一番いいとこに入ってるから。そうそうそう、そうなんですか、うん、なんか神様って不平等ですね。ね、うん、でもチャンスの方から来てる感じするんですかね、うん、話がどう、こう本気でそう思ったら来るんだよね、うん、本当に信じ込んだらね、うん、そう、うんうん、でもて今思えばでも、うん、てっちゃんの周りにいつも誰か人がいて、周りには必ず、うん、の人だかりができるというか、お、うん、でコミュニケーション上手だし、うんうん、はいはい、うん、そういうところっていうのが、うん、やっぱりなんだろう、あの物事が進んでいくっていうか、多分周りが声かけてくれるところじゃないかなって気はするんですよね、うん、いやこの間実はあの小学校の時の友達と飲みに行って、うんうん、久しぶりに飲みに行ったら、うん、あのやっぱ俺のフェイスブックとかブログ読んでて、うん、俺がどういう活動してか知ってるんだよね、はいはい、そしたらさ、お前小学校から同じことやってんよなって言って、お、お前それを仕事にしたんだなって言ってたね。面白い。あ、そうだ、そう、確かにそうかもしれないと思って、昔からもう小学校の時は人集めて、うんうん、だからあの音楽発表会とか球技大会とか絶対返さないんだよね、クラス全員残れっつって残って練習させるんだよ、バスケ部と同じ練習させて一般の生徒に。怖い。絶対優勝しないと気が済まんから。私すごく運動音痴だから怖かっただろうな。ほんとね、うん、いやもうまさしくストレスフリーの生活してるよね。あ、確かに、あ、なるほど、今、うん、ゲストで呼ばれた意味が今回収されました。そう、でもね、私があのとあの彼が努力してるのも知ってるんです実は。うん、うん、やっぱり、まあ、セミナー講師として活動してるし、うん、いろいろね、あの企画とかコンサル業もしてはいるんですけども、ずっとずっとなかなか人が来ないっていうセミナーも、うん、もう一人の時とかもずっと経験しながら、それでも彼は毎回毎回一人でも自分で会場設営して、うん、セミナーして片付けして帰る、また次の発信をしてっていうのを繰り返すと、ちょっとずつちょっとずつ増えていって、そこからてっちゃんのセミナーを聞いて、すごくいいセミナーだったので、ぜひちょっと講師として来てくださいっていうところから本当に広がっていって今の地位があるっていうのは、うんうん、やっぱり曲げないっていうか、自分の軸はここだっていうのをすごく大事にしてるものを持ってるから、うん、うん、そこがやっぱり人とは違う。 うん、いいね、今のところそう録画してるめちゃくちゃ褒めましたよ。編集して使いました、ね、5000円だった違うかいやでもね、いやそこもバスケで多分学んでて、うん、あのめっちゃ下手くそだったから、これデブっていう理由であの入部させてもらえなかったから。え、そうそうそう、小学校の時にこの間もこの先生と飲みに行ったんだけど、俺も受けたんだけど、はいはい、先生俺部活入れてくれなかったよねって言って、うんうん、いやお前どうせデブだしどうせ辞めると思ったってずっと断られてたんだよね。あ、そう、断るって聞いたことないですね。ないでしょ、小学生の部活で。小学生が部活がやりたいって言ってるのに断ったんだよね。ひどすぎる話。で父親と一緒にお願いしに行って、うん、で、あのようやく入れてもらったんだよね、はい、どうせ辞めるだろうって言いながら、え、ブツブツ言われながら、そっか、うん、でその5年後の全国大会で優勝してるよね。へえ。副キャプテンとして考えられないでしょ。ですね、うん、だから人間ってどんなに下手だろうが何だろうが、うん、コツコツ続けていった時に、はい、なんか変わるよなっていうのをもう10代で経験してるから、うんうんうん、なんかセミナーする時もうまくいかないのなんて
当たり前、うん、最初人が来ないのむしろ当たり前、うんうん、だからそういうところからスタートしてるから、うん、なんとも思わなかった、うん、でも全然来なかったけど、うん、1年後2年後3年後に最初誰も来なかったんですよって言えるっていうのがもうイメージできてたから、はいはい、テンション下がるところがもう常に人が誰もいないのに一人だけワクワクしてるみたいな、うん、なるほど、うん、じゃあなんかこうストレスを感じるポイントが多分今の話だと、うん、まず断られたりとか、うん、なんか練習っていうところに人ってストレス感じそうですけど、そういうところにストレスを感じなかったって感じなんですかね。ねえ、そこはやっぱりてっちゃんしか知らないところだと思うんですけれども、うん、やっぱり ここから原動力っていうか、うんうん、自分はこれやりたいから、うんうん、もうそこに向かって今やっていることをしっかりやっていくっていうようなところの切り替えとか、うん、多分先が見えてるような、うん、いや、ストレス溜まる人の原因っていろいろあるんだけど、うん、俺が思ってるのは見返りを求めるポイントが早すぎる。おー、あー、なるほどね、うん、なるほど、そう、なるほどね、何でもそう、見返りを求める。だから能力が高いとか才能がある人ほど、うん、実はコツコツ続けるの苦手なんだよね。なぜかというと自信があるから、うん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 、見返りを求めるポイントがあまりにも早すぎるから、うん、1週間2週間やって結果が出ないって心折れちゃうんだよね。うん、だから俯瞰して長い目で見る、うんうん、見返りを求めるポイントを遠くに持っていくだけで実は継続ってできるんだよね。うん、うんうん、なるほど。ちなみにもうなんだかんだ残りあと3分ぐらいとなりました。あ、じゃあ延長で早いです、ね、延長でじゃあ、そうですね、今日多分30分で収まらないので、もう初回始まってまだ2回目ですけど、はい、てっちゃん延長、来週のゲストもそのまま引き続き、はい、延長なの、お願いしたいんですけど、2回に分けて、キャバクラみたいだねやめてください調子しますけどもね、はい、もうぜひですね、まだまだやっぱり新里てっちゃんの、うん、やっぱりこのストレスをためない生き方っていうか極意って結構皆さん興味があると思うので、うん、ぜひ次回来週も続けてお話伺いたいと思います、はい、今日は一旦ですね、はい、番組の方は締めさせていただいて、うん、はい、また次もお願いしたいと思います。来週も、はい、あ、じゃあ最後にメールアドレスお願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。この番組はメッセージを募集しております。メールアドレスお伝えいたしますね、はい、メールアドレス797@fmギノワン.com です。この番組は YouTube でもネット配信しております。またホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では今週もありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。